番線から電車が発車したご注意ください。
電車動きます。黄色い線の内側へお下がりください。快速急行電車止まりましても連携作業のため電車はもう一度動きます。電車は止まってもう一度動きます。扉が開くまでは黄色い線の内側で下がってお待ちください。はい、OK。 じゃあ前田が順で軽く行ったんですね。2番線から電車が発車した。ご注意ください。Thank you.
ただき快速急行の後ろ6秒で届いて前4秒連結し10秒で運命をいたします。快速急行電車止まりましても連結作業など電車が動きます。黄色い線の内側で下がってお待ちください。電車動きます。電車は止まりましても連携作業のため電車はもう一度動きます。電車は止まってもう一度動きます。
Thank you.
断作業を行います。ご利用のお客様は足元三角印1番から6番でお待ちください。高架方面先発は5番線に参ります。西宮行きの急行です。交換は甲子園2番線西宮には急行が先到着をいたします。Thank you.
電車止まります。もう一度6両とつなぎ10両編成で運行いたします。
行、後ろ6両です。この後、前4両とつなぎ、14編成で動かします。電車が止まりましても、連結作業のため、電車が移動します。黄色い線の内側まで下がってご乗車ください。電車が止まりましても、連結作業のため、電車が動きます。電車が動きます。ご注意ください。電車が動きます。2番線から電車が発車します。ご注意ください。
ください。近鉄奈良行き快速急行が参ります。足元の三角印1番から10番でご乗車ください。この列車は一路6両の隣に10両で運行します。さまで今回の列車は近鉄奈良行き快速急行の列車の前一つです。窓から参ります。6両と隣に10両編成でご用意いたします。阿蘇高井道三角印1番から4番に停車いたします。内側へお下がりください。停車駅は西九条、九条、道具前、桜間、大阪難波、近鉄日本橋、大阪上門町、鶴橋、生駒、吉田山、山田橋、電車が止まりましても熱線作業のため電車が動きます。黄色い線の内側まで下がってお待ちください。電車が動きます。ご注意ください。電車が止まりましても熱線作業のためもう一度動きます。電車止まりましょう。もう一度動きます。電車もう一度動きます。ご注意ください。
線から電車が発車します。ご注意ください。